はい、こんにちは。本日はですね、ラブライブスクフェスの、あるサイドストーリーを紹介します。それを紹介するのが、まず、こちらですね、プランタン永遠フレンズ初回限定版に、入っていたシリアレコードで手に入れた、スレアカード、花よの、サイドストーリーをまずアップします。ストーリー、サイドストーリーからの花よで、ライブの間に、以上でサイドストーリー終了します。次回の、動画なんですけど、こちらですね、リリーホワイト秋のあなたの空遠く、これに入っていた、シリアルコードのカードが、確か海ちゃんだったと思いますんで、そちらの方を、次回アップいたします。それでは本日の動画はこれで終了です。